群垣遺跡群垣遺跡の一群垣遺跡は、島根県雲南市仁那寺地区に存在する弥生時代、古代までの複合遺跡。古代の遺構は、非地域に移転する前の旧大原軍の、軍が後である、可能性が高いと考えられている。2005年に、防火水槽の設置時に発見される。この時の調査では大量の弥生土器が出土しているが、遺構は検出されていない。 翌年の2006年から2007年は道路の拡張に伴う発掘調査が行われている。この時一辺が1メートルを超える大型の柱穴を数多く検出し注目を集める遺跡となる。遺跡付近は昔より出雲国風土記記載の旧大原郡家の推定地とされていた箇所である。現在は雲南市教育委員会によって 建物等の範囲確認調査が継続的に行われている。2009年と2010年の調査では、建物の長さが31メートルにも及ぶ長大な建物跡が検出されたほか、礎石建物も数等を検出されているが、古代の遺物が出土しないことから建物などの正確な年代が確定できていない。しかし多くの専門家や考古学者は、移行の状況や、 配置などから、灌漑遺跡の可能性が、極めて高いと指摘している。弥生時代の遺構については見つかっていないが、異物方岩層の存在と異物量から、弥生時代中期の集落遺跡があった可能性が、考えられている。調査は2011年以降も雲南し、教育委員会を調査主体として、島根県教育委員会や、文化庁などの協力を経て継続的に行われる。 見通しである。微物等の湿度で漢え遺跡と確認されれば、文献資料を考古資料が実証する、極めて重要な遺跡となることは、間違いないであろう。また、軍家の移転という古代の行政を考える上で、非常に興味深い遺跡となる。ありがとうございます。